岡地町駅岡地町は、1964年まで存在した東京都台東区の地域名。現行の町名では、台東東上野に相当するが、現在も岡地町駅周辺地域の通称として用いられる。本校では隣接して存在した中岡地町についても扱う。岡地町駅周辺五駅を核とした地域、通称。東京7カ所の副都心。 上野、浅草福都心を形成する拠点地域の一つでもある。江戸時代、久保田藩が台東区周辺に、上屋敷、中屋敷、下屋敷のほか抱え屋敷を所有しており、佐竹市の名が佐竹商店街などに残っている。その後、明治の後半から大正にかけて、この地には寄せ、見せ物小屋が並び東京の一大歓楽街をなしていた。 ことぶき邸、かげろうけん、久本もと帝の他に射的、玉転がしなどもあった。料理や牛肉、天ぷら、おでん等の多数の屋台が集まり大変にぎわったという。その後昭和に入り、おかち町駅ができると、もっぱら西側である上野広小路方面が栄えた。詳細は、おかち町駅参照江戸時代、江戸城や将軍の護衛を行う下級武士。 つまり、気象が許可されない武士である、ごとが多く住んでいたことに由来する。お勝ち町周辺においては長屋に住みろくだけでは家計を、賄いきれず内職をし生活していた、下級武士を指す。なお、現在は、町名としては消滅し、台東区、台東、及び東上野の一部となっている。また、この地名は、城下町であれば、どこにでもある地名でもある。 ごとはそれぞれ組に属し、お勝組は、本丸十五組、西の丸五組が存在した。各組の構成は党一名、組頭二名、ごと十八名からなり、将軍の行列の先導や幕府御用の警護、江戸城中の雑用を職務とし、組単位で屋敷地を配慮し、その組屋敷で暮らした。昭法江戸図には、地理的に軍事上の要所でもあった下や、浅草に、 組屋敷があった。ありがとうございます。